今日ご紹介するのはこちら、当店一押しです。外もとっても素敵ですよ、こんばんは、HAB アナウンサー森重有沙です、はい、今日はですね、兼六園すぐそばに来ているんですけれども、オープンして半年、こちらベースカフェです。外観なんだか美術館みたいですよね。確かに。で、金沢市の兼六町にあるわけなんですけれども、目の前兼六駐車場もありまして、とっても立地もいいんです、うん、では美味しいスイーツを食べられるこちらの店、早速中入っていきましょう。失礼します、はい、お邪魔します。中とっても素敵、なんかグレーをベースにシックな雰囲気が広がっているんですが、今ね、玄関先から入って思ったんですけど、バリアフリーになっていて、車椅子の方とか、それからベビーカーでも入りやすくなっています、うん、ではここからは詳しいお話、店長の新井さんに伺っていきます。よろしくお願いします。2歳のお母さんだそうです、はい、そしてパティシエの柴田です。そして副店長の狭間です。今日はよろしくお願いします。皆さん3人で経営されています。では早速、新井さん、今日のふむふむポイントお願いできますか。はい、観光地にある地元民にも愛される新スペースです。はい、ということで、観光地ではあるんですが、観光客だけではなく地元の方にも楽しんでほしいということなんですけれども、新井さん早速ちょっといいですか。はい、この床のおしゃれなマーク何ですか。これは、コーヒーから出る湯気をイメージにしたショップのロゴの一部になっております。このコーヒーカップから出てる湯気、女性の横顔、はい、なんかちょっと本当におしゃれな空間が広がっていて、カフェの前にこのなんか空間にいるだけで楽しくなっちゃいそうです、うん、でちょっと実は2階もあるということでご案内いただけますか。どうぞ。はい、お願いします。行ってみましょう。階段もおしゃれ。こちら1階もかなりのスペースありましたけど、はい、2階も含めて何席あるんですか。はい、1、2階含めて70席ほどご用意しております。じゃあもう本当にゆったりとしたねスペースがね、はい、こんな観光地に広いカフェがあると嬉しいですよね、はい、で2階すごい開放感、もう一面が窓ガラスで、これは気持ちがいい眺めですね、はい、で2階席はよく見るとこのテーブルの高さが違ったり、椅子の種類もそれぞれで面白いですね。はい、椅子の高さはわざと変えています、うん、目線が変わることで景色や席選びなどを楽しんでいただけたらなと思っております。そしてちょっと気づきましたか、コンセントがあったり USB をさせたりですね、あとフリー Wi-Fi ということで、ちょっとパソコンで作業をしたりとか、携帯の充電ないっていう時なんかもね、はい、自由に使えそうですので、はい、なんかついつい長くいたくなっちゃいますね、はい、ぜひ長居してください、はい、そして角のこの場所ですよ、ちょっと怖がりになっているんですが、こちらのスペース何ですか。こちらはお子様用のスペースとなっております。ゆっくり足を伸ばしてお子様以外の方にもゆっくりくつろげて、いいですね、ちょっとハイハイするお子さんであったりとか、あとお子さん用の椅子もありますので、もちろんもう小さいお子さんから大歓迎ということで、はい、もちろんお待ちしております。はい、森重さんこちらどうぞ。はい、じゃあちょっと座らせていただきますけれども、あ、おいしい、定番のチーズケーキとベースアップルタルトでございます。こちらにもちゃんとマーク入ってますよ、うん、いやちょっとまずはこの定番のチーズケーキからいただいてもいいですか。はい、じゃあちょっと生クリームと一緒にいただきます。軽くて濃厚さもあるんですけど、後味さっぱりで爽やかですね。はい、レモンとバニラビーンズが入っております、ね、上の生クリームも全然しつこくなくって、うん、本当にさっぱりと、もうスフレぐらい軽い食感になっていて食べやすいです。そしてお隣がこちらがベースアップルタルトですね、はい、これ ね、 中継の頭にも出てきたとても美味しそうなんですけど、うん、じゃあちょっと早速いただいてみましょうか。よいしょよいしょ、丸々ってことなんですかね。もうね、リンゴが大きく入ってますね。いただきます。中はクリームたっぷりだ、うんうん、聞こえます、シャキシャキ、コンコンとされたリンゴなんですけど、うん、すごいシャキシャキ感もあって絶妙な柔らかさで、中のこのカスタードクリーム、そうですね、すごく合いますね、はい、
カスタードクリームと生クリームがたっぷり入ってます。うわー、こうなってるんだ。いや、美味しいです。なんか甘すぎることなく、本当にどなたでも食べやすいような感じがします。美味しいです。ありがとうございます。いや、それにしても3人でどうしてこのカフェを始めようと思ったんですか？そうですね、結婚と出産を機にやっぱり働き方について考えることが多くなりまして、職場全体で子育てしたいなっていうのが3人やっぱり頭の中にあったので、それで店をオープンさせようというきっかけになりました。だからその子育てをなんかその家庭の中だけじゃなくって、うん、職場のみんなでこう共有するような、はい、そんな環境づくりを、はい、ということですよね。でも今日なんかその温かさみたいなものをこのお店にても感じまして、なんか例えばトイレにおむつの交換台があったりとか、あとミルクのお湯も言ったら無料で、はい、もちろんスタッフの方に言ったらもらえるということで、はい、なんかそのなんか考え方のこの温かさみたいなものを本当にこの居心地の良さとともに感じることができました。ありがとうございます。で、カフェのメニューもちろん美味しかったんですけど、こちらのやっぱりカフェのスペースとしてもかなりいいなっていうふうに今日感じて、新井さん、この奥の場所なんかなんかいろんな使い方できそうですよね。そうですね、ワークショップでしたり、アートを展示したりですとか、いろいろ楽しみ方があるので、今後も楽しみに期待していただけたらなと思います。7月には漢方のね、はい、イベントワークショップもね、こちらで開催予定ということでね、これからなんかもっともっと面白いことがこのベースカフェから生まれていきそうです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。中継でお伝えしました。